やべ、うわ、やっちまったさっきの撮影のまま録画しっぱなしだったわ、もう私ね、先日免許の更新に行ってきたんですよ。違反者講習かね。でももう本当もうちょっとでね、あの有料になるとこだったんですよ。 あとね3ヶ月か 4ヶ月更新が遅ければね有料者になれたんですけど昔、あ、この話もちょっとしていいですか。昔一回 YouTube 上でねしてると思うんですけど、確か約5年前ですよね、タミヤグランプリ福井大会とミニ四駆のジャパンカップっていうのが福井県でね、福井県の産業会館というところでやりましたと。で私ですね、ラジコンの販売コーナーにをやらせていただいてたんで、朝7時半だったかなにはもうね会場入りしないといけなかったんですよ。ただそのミニ四駆のジャパンカップがあるっていうんで、うち当時ねミニ四駆コースが立派なものがねかなりあったので、そのお客さんにねオールナイトですよと、うん、オールナイトでよかったミニ四駆遊んでね、そのままジャパンカップどうぞみたいなね、なんかそんなことをやっていたんですよね。で私、まあ、もうね頑張ってましたからね、朝まで起きて、まあで確かに寝たのがね5時ぐらいだったと思うんですけど、まあちょっと2時間ほど仮眠してね、で行きましょうって言って、ね、眠りつきましたよ。だからもう想像通り目が覚めたのがですね8時半です7時半に会場についていないといけないのに目が覚めたの8時半、もう青ざめですよね、もう終わったと思って、まあとにかく死ぬもの言わずにもう行くしかねえと思って行きますわ。そやっぱね、もう交通ルールは守らないといけないことは知っているけど、やはりどうしても急ぎ気味になりますよね。私これなんすか、こんなこと自分で言うのもあれですけど、その本当普段ね飛ばさないんですよ別にまあ私の横乗ったりとかね一緒なら分かると思うんですけど、私どちらかといえばゆっくり運転する方なんですよねその私がやっぱ焦っていたから、もうすごい迷惑をかけちゃうんですよ、もうタミヤさんにもねユーザーさんにもねね、これわもうまずいと思ってやっぱ急ぎましたわ。それでスピード違反捕まったんですよね。よく覚えてますよあの時のね、女性の警官の方だったんですけどね、もうほんとなんか汚いものを見る目でね、運転手さん出しすぎですわって言われたら、もうずっと突き刺さってその婦人警官って今言っちゃいけないのかな、その女性の警官の方ですよねにも言われた、そのあの表情とあの眼差しがもう未だに忘れられなくてで、まあ、そんなこともあってスピード違反っていうのがあって、でねその違反者講習なんで講習が2時間なわけなんですよね。でまあ運転されてる方ならね経験あると思うんですけど、でその免許更新の講習の時にですねビデオをいろいろね見るじゃないですか。2時間あったんで私3本見たんですけど、最近のやつがねどんどんクオリティ上がってるっていうかね、よくできててね、被害者の家族とかですね、あとうっかり加害者になってしまったとかですね、その被害者加害者の悲痛な思い叫びとかね、訴えっていうのをまあ見るわけですよね。まあ、それがねよくできてて、もうね涙が止まんないんですよ止まんないっていうかね、やっぱそのちょっと恥ずかしいからねこう涙が出てきてこう鼻水とかちょっと出てくるんだけど、その鼻でもズズッとやっちゃうと、うわ泣いてるってこうバレちゃうな、だからズズるもできねえなみたいな感じでね、こう涙がポロポロ出てくるのをこう見ていたんですよね。そしたらなんすか、周りもやっぱりねこうズズズズズってこうなんかこう目を拭いたりとかですねただ本当そのね被害者加害者の、悲痛な思いっていうのはやっぱこう思ってね、やっぱそういうの見ていると、免許を受け取ってね無事受け取りましてねこう出るってなるとね、やっぱり運転はとにかくね運転本当に心余裕を持ってゆっくり安全確認をしてね、もちろん法律をしっかり守ってゆったりと快適に運転しましょうってね、やっぱここに誓うわけですよ。で実際ね もちろん普段から安全確認とはするけど、それ以上にこうゆとりを持ってね
ゆっくりやるわけですよ。そんな気持ちになるの分かります？1日ぐらいね。もうその翌日になると忘れはしないけど、あの直後のこうなんだこう気持ちっていうのはやっぱなくなっちゃいますよね。本当はね、あの気持ちを忘れずにね、当然運転しないといけないし、それがもう当然ドライバーの務めだとは思うんですけどね。ここ人間っていうのは怠慢というか、まあ、私がダメというかね、まあ、もちろん普段からね安全運転心がけているんですけど、やはりそのそういうことがね、その免許更新行ったあとは特に安全運転になりますよねっていう、まあそんな話がしたかったというところで、本題へ進めていきたいと思います。皆さんこんにちは、レディオガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。今年もね、静岡ホビーショーが終わりまして、私がね個人的に非常に注目しているマシンをですね1台ご紹介させていただきたいと思います。それはですね、じゃあもういきなりお見せしちゃおうかな。はい、こちらです。10分の1 EP4WD バギー組み立てキットレーザー SB ダートクロス。そうです、この時代だからこそ生まれてきたあのダート専用専用ではないかな、まあ、ダートに特化された 2WD オフロードバギーダートマスターの、まあ、兄弟分ということになるんでしょうかね。なんと同じようなコンセプトの 4WD バギー発売となりますまあこれ知ってらっしゃる方ね多いんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとまずね写真から、ででーん、かっこよででーんね、でもこちら中身は競技バギーですよね。と約10年ぐらい前ですね、競技バギーもダートが主流でした。そこからハイグリップ、もしくはカーペット用にっていうふうにね、ハイエンドバギー戦うフィールドが変わってきたんですけど、このダートのフィールドの時に人類が最も進化したバギー、それがベースとなっています。なのでもう走りの方はもういちいち説明がいらないぐらい、ダートの上においては水を得た魚のようにめちゃめちゃよく走る、やってはいないけどもう間違いないですもう性能は最高のものだと思っていただいていいと思います。そしてさらにデザインですよね。はい、こちらですね、ほら競技バギーっていうとフォワードキャビンにね、もうずいぶん前から、私の記憶ではもうね2010年11年頃にはね、もうフォワードキャビンになっていたんですよね。でこれが賛否両論なんですよね。競技をやってる人からすると不思議なもんで、あのフォワードキャビンがねかっこよく見えてくるんですよ、ね、やってる人はね。ただやってない人から見るとこんなん車じゃねえ、変な形ってやっぱ思っちゃうのも、方がいらっしゃるのも事実なんですよね。で今回出してきたのはですね、まあ、競技向けに出してきたのではなくて、四駆の凄さ走破性、ね、競技マシンってやっぱ走らせるのもめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。最近はまあ特にその復活組リターン組という方が多い中ね、心の中にはですね、あの80年代90年代の思いを胸にラジコンカーを現在楽しまれているっていう方が、まあ、市場としてはねもう今一番大きいと、これ断言していいと思いますけど、もう競技者よりも、そういった思いを胸に遊んでいる方の方が圧倒的に多いと思いますね。なのでターゲットをですね、あの90年代の思いを馳せてラジコンが楽しんでる方に刺さるように、そういう方々がかっこいい、欲しいって思ってくれるようにですね、このバッハタイプっていうんですかね、こういった形で載せてきたものとなりますね。で、こちらですね、価格になるんですけど、税込みで3万9600円となります。実はね、ダートマスターも値上がりしてるんですよね。まあ、これは昨今ちょっと仕方ないと思うんですけど、4WD で3万9600円税込みということなので、まあどうでしょうね、まあ、これ市場価格、その販売の考え方には差はあれど、まあ、3万円台、まあ、下手すれば3万円前半ぐらいで、この
4駆のダートでの人類が行き着いたバギーっていうのを体感することができると考えれば、これもかなり買いやすい値段設定だとね。ダートマスターの時もその金額にかなり驚きましたけど、こちらも内容を考えるとね、かなりお買い得なキットにを出してきたのではないかなと思います。じゃあちょっとね、下の方もちょっと行ってみましょうかね。はい、書いてありました。 4WD ならではの圧倒的な走破性を楽しめる純レーサーベースの次世代ベーシックバギー、あ、新世代ベーシックバギーですね。新世代か、新世代、まあ新世代か、そうだねハイエンド競技ベースではね、ハイグリップってなっちゃってるから、まあいわゆるダート、砂ぼこりを上げて走るっていう中で、今あえてこれを出してきたっていうのは、まあ新世代と言っちゃっていいのかなって多少疑問残りますけど、まあなるほどなとも思えなくもないですね。はい、ね、ここにもしっかり書いてありますね。かつて競争性レーシング 4WD バギーのフラグシップとして世界の最前線で戦っていた名車レーザー ZX5 をベースに、より扱いやすさを追求した設計変更と徹底的なコストダウンを行い、入門モデルからのステップアップを考えているユーザーにも最適なプライス設定を実現しました。しかもその設計変更は、これいいか、もう、はい、まずちょっとね、こちら見てみましょうか。はい、これはね、もう私は当然当時を知っているんですけど、まあほぼもうレーザー ZX5 と言っちゃってもいいですね。当然コストダウンしないといけないのでね、あらゆるところが樹脂に変更されている部分はありますけども、まあ基本設計とか、まあ、ダートマスターもそうですけど、樹脂の性質もすごく高いので、正直もうこれハイエンドの能力そのままだと思っていただいていいと思いますね。でウイングですね、これは競技用ではなくてね、ちょっとかっこいいものがついている形ですね。そしてなんと注目がこのドライバー人形ですね私たち人形でね、やっぱあのこのドライバー人形、特に強小のドライバー人形って言うとね、これになんかゾワ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 来る方いるんじゃないですかね。まさにそれが再現されている形となっていますね。でもちろんですね、タイヤ、こちらもおそらく、まあ、そんなに競技ライクのね、めちゃめちゃ柔らかいタイヤはついてこないと思うんですけど、まあ、アスファルトとかどうかなと思うんですけど、まあ、踏み固められたグラウンドとかね、乾ききったダート路面、そこでしっかりとグリップするようなタイヤっていうのはね、まあ、買ってこのタイヤでかなりの走行性能が期待できるといったところですね。そしてなんとちょっと小技になると思うんですけど、こちらですね、ポリカでですね、こう砂ぼこりの侵入を防ぐような、その当時ハイエンドバギーダートの上を走ったりするんですけど、砂ぼこりの多いダートではなかったですね。すでに結構踏み固められたしっとりとした環境で戦う状況が多かったので、こういった装備はついてなかったですけども、これは初心者さん中級者さんにはかなり嬉しい装備ですね。こちらバッテリーですね、一般的なスティックタイプのね、リポバッテリー乗ってますけど、まあ工夫次第で、まあどのような形でもね、乗るんじゃないかなと思いますね。そしてこの樹脂製オイルダンパー、これね、ダートマスターで、とおそらく同じものだと思う、勝手に言ってる、まあおそらく同じだと思うんですけど、この樹脂ダンパーがめちゃめちゃよくできてます。それはもちろん、そのアルミダンパーと比べてどうのって話になるとまた違うのかもしれないですけど、まあダートで走る分においては、まあ、正直変わらないんじゃないかなと思いますね。まああくまでその見た目のね、質感とかまあやっぱラジコンカー買って一番つけたいオプションってやっぱこうショック、アルミショックね、樹脂だったらアルミにしたいっていうのが一番あると思うんで、まあそういった部分を除いて走りの面を考えると、エキスパートも納得の樹脂製オールダンパーがついてきます。そしてなんとこの価格でしっかりとスリッパークラッチもついています。だからやっぱりね、その走らせるフィールド、例えばサーキットみたいなところで走るってなると、まあ、その初心者さん中級者さんになってくるんで、そんなパワーいらないというかね、オーバーパワーに振り回されちゃうんですけど、まあラジコンの楽しみってそれだけじゃないですよね。だだっ広いところでもうとにかく速いモーターをつけてね、全開で走らせるみたいな、うわーみたいなね4駆だけでもウィリーするわみたいなねそのぐらいのパワーつけて遊ぶっていう方もね多いと思うんですけど、スリッパがついているってことでね、着地のとね、4駆のこのスリッパの多分一番目的はですね、クラッシュとかジャンプで着地した時にですね、そのキックバックを逃がしてですね、
ギアを痛めないとかね、デフの中のギア痛めないとかね、そういった要素が強いんじゃないかなと思います。競技になってくるとね、その走りに直結するんで、そういう調整いるんですけど、まあ、もっと気楽に考えてスリッパーを使えるんじゃないかなと思いますね。はい、そんなわけでね、見ていただいたダートクラスですけど、やっぱね、意外にないです。意外にない、4区でダートを、しっかりとしたポテンシャルのマシンって、TD4 とかね、めちゃめちゃよく走るんですけど、ハイエンドベース、その競技ベースではないので、他にダートで4区で豪快に走れるものってないね。ない、うん、ありそうでないんですよ。復刻系でね、スーパードッグファイターとかね、そういったものとはまた別、あくまで現代の思想でダートの上でよく走るように設計されているマシンってなってくると、もしかしてめちゃめちゃ砂ぼこりの浮いているダートで走らせるってなると、今世界最強マシンなんじゃないかなと四駆の中でね、いわゆるハイエンドみたいなもんですよね。まあ別にね、それで競争しようとかね、そういった、ね、提案をしているわけではなくて、ね、そういったポテンシャルがあるマシンを手に入れるっていうだけでまず嬉しいじゃないですか。で、先ほども言いましたけど、実際その競技用のハイエンドマシンっていうのはですね、走りを追求してあるので、実際自分の腕が上手くなったかのようなね、錯覚が起きるぐらいものすごくよく走るんですよね。でラジコンって当たり前なんですけど、よく走る方が楽しいんですよこれはね、私断言しますけどね。でこれまでね、いろんなヒットしているマシンありますけど、やはりよく走るマシンっていうのはよく売れるし、後世にも残っていきます。走りが難しかったマシンっていうのは、やはりどっかでね、売れ行きも失速して、そして後世にも残りづらいっていう、傾向があるっていうのはね、まあ私の中での結論ではあるんですけど、まあ、こちらね、間違いなくよく走りますんでね。2WD バギーはね、各社からいろんなの揃ってていろいろ楽しまれてると思うんですけど、この 4WD バギーでガンガンやりたいという方ですね。さらには競争性のね、フィギュアがついて、バッハボディでね雰囲気十分に楽しんでいただけるということで、まあ、今の時代にね、マッチしているといいますか、まあ、よくぞ出してくれたといいますかね、待ち望んでいた方も多いんじゃないかなというところで、今日ご紹介させていただいたわけですけど、まあね、発売されたらレビュー動画とかね、やりたいんですけどね、ちょっとオフロードコースがねないもんでね困ったもんだなはい、それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたので、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガがですね、ウェブショップもやってございます。今日ご紹介したダートクロスですね、発売されましたらもちろん販売させていただきますので、よろしければね、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。また宣伝になりますけどね、レディオが LINE お友達募集しております。最新の入荷状況であったりとか、もしくはね、今回ダートクロスもね、割とタイトな商品になることが予想されます。そういった場合ですね、LINE お友達の方だけ優先してご予約したりとかですね、そういったことも実はやらせていただいてますので、ご興味のある方ね、よろしければぜひお友達になってください。うちのスタッフの桜井氏の、なんか、はい、日常を綴ったくだらない日記なんかも定期配信してますのでどうぞよろしくお願いいたします。あと SNS ですね、 X、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。